こんにちは、姉妹吉と申します。このチャンネルでは私の飲食業の経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。今回はフィトチーネ、ベーコンとそら豆のトマトクリームソースをご紹介いたします。春の食材そら豆を使って程よい酸味のトマトクリームソースのパスタを作ってみたいと思います。材料はこちらになります。概算ですが材料費も記載しておりますので参考にされてください。はい、では早速作っていきたいと思います。まずそら豆を鞘から取り出します。では包丁で切り込みを入れておきます。はい、ではそら豆を2、3分ほど塩茹でします。はい、そら豆は冷水にとらずしばらく置いて粗熱を取ります。はい、でベーコンは細切りにします。はい、そら豆は薄皮を剥いておきます。はい、ではフライパンにオリーブオイルを入れます。中火ぐらいにかけてニンニクのみじん切りを入れます。唐辛子を入れます。はい、でベーコンを炒めていきます。はい、で弱めの火で、じっくりとベーコンの油と旨味を引き出していきます。はい、ではパスタを茹でていきます。はい、ベーコンがしっかり炒まったら、そら豆を入れます。はい、軽く炒めたら、生クリームを入れます。はい、トマトジュースを入れます。はい、で塩コショウ。はい、ではパスタが茹で上がったので、フライパンに入れていきます。はい、さっと和えたらチーズを加えて完成です。はい、盛り付けていきます。はい、完成です。はい、今回はフィトチーネ、ベーコンとそら豆のトマトクリームソースをご紹介いたしました。そら豆のトマトクリームソースがフィトチーネの食感とよく合ってます。よかったら皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。